まあ、人数見りゃわかる話なんであれですけど、天方位ね。俺根天はなれると思ってるけど、自分で俺天方位はなれないって思ってるから、自分で天方位はマジで無理。これはちょっと持論だから諸説あるかもしれないけど、あの天方位とね、天方とこのジャンタマはね、そもそものなんかレベル感が違うんだよな。なんか今もそうなのかわかんないけど、もう俺の視聴者層的にエーペックスで例えると、ダイヤ隊ぐらいのレベルで戦いまくってポイントを持ってプレデター維持してる人たちが根天で、プレマス隊でポイント持って頂点に立ってるのが天方位って感じ。気持ち的にはそもそも多分ね、王座の間とこの天方の鳳凰卓だとね、鳳凰卓の方がレベル高いんだよね。もうゲームの仕様上仕方がないことだと思うんだけど、まあ天方位はレベチなイメージあるな。